エレシュキガルは、メソポタミア神話に登場する冥界の女神。名前は、アッカド語で、冥界の女王を意味し、日没するところの女王とも称される。冥界神の祭儀の中心地である、クタを主な信仰地とし、クタの守護女神を任されていた。一般的には、シュメール名である、エレシュキガルと呼ばれるが、他のシュメール名では人気ガル、またアッカド名では、アルラトゥと呼ばれることも、 ある一方で、神話によっては、イルカルラや、ベリリであるなど、名前の表記が様々である。エレシュキガルは、天空神であるアヌ、もしくは大気神のエンリルを父に持つとされ、イシュタルの姉にあたる。姉妹はそれぞれ、死と生という対極の属性を司ることから、対立関係にあり、仲は良くない。ハイグー神は広大において、薬病と死を司る。 冥界神ネルガルをいただくようになるが、古来は天の牛もしくは、アヌの凶暴な牛を意味する、グガルアンナを、配偶者としていた。エレシュキガルは60の病気で人を殺すという、薬病神かつ、冥界の首相ナムタルと、初期のベーレットセリ、そして死者を裁く7人の裁判官を従い冥界に、君臨するが、外界へ出ることは許されておらず、世間との交渉が望まれた際には、 ナムタルを使いさせていた。冥界という暗い世界で抑圧された生活を送っていたために、その性格は短期でねじ曲がったものとなったようだが、神話世界のエレシュキガルと現実世界のエレシュキガルは少し程度が違っており、クタにおいて彼女は厚い信仰の対象となっていた。クタに設けられたエレシュキガルの神殿は大いなる町の家と呼ばれ、 人々は薬病に見舞われないようエレシュ気軽に祈りを捧げていたという。ただしシュメールアッカドにおける祭儀や、真事の取り行いとは、他の宗教に見られるような神々との合一や愛を得るためではなく、あくまで神への奉仕、神の暮らしを良くするためのものだった。古代メソポタミアの創世神話にあるように、人間たちは所詮、神々の労働を肩代わりする存在でしかなかったからである。 エレシュキガルが支配する冥界とは、シュメール語の言語、カーニュージーアイ、英英を直訳した、戻ることのない土地、または、不器の国である。冥界はエアが司る潤った領域アップ数のもとに、来るがあると信じられ、そこへたどり着くには七つの門とシュメール版、三つの川にあたる、人を食う川を、渡し船の人の導きによって向かうところだと、考えられていた。 そんな冥界での暮らしはといえば、ギルガメ主女子や、後日のイシュタル、イナンナの冥界下りにおける描写からして、食物は粘土で、埃がごちそう、すむ、たちは翼のようなものがついた着物を着て、暗く乾燥した世界で光を見ることもないというひどい、世界だったようである。シュメール神話においても冥界は、水の下にあり、乾燥したゴミばかりの場所だと説明されている。 エレシュキガルはそこを支配する死の女主人とされているが、あのの娘であるにもかかわらず自国である冥界に神々を迎えなかったことから他の神々から阻害されてしまっている。他、エレシュキガルは地上から冥界にやってきた死人を食べるために死者を呼び込むべくナムタルをたびたび地上に送っては人間たちの間に60種類の病気を広めさせたという。また、 この神話世界におけるエレシュキガルは、底なしの性欲を持つと言われている。エレシュキガルはその名が示す通り、冥界の女王であったが、後代における女王としての権力は、ネルガルに引き継がれ、エレシュキガルは、彼の配偶神としての側面が強く出るようになった。バビロニア神話でもエレシュキガルは、同じ名前、同じ役割で登場し、ネルガルの妻と伝えられている。以下に示す。 ネルガルとエレシュキガルはシガシシリア版とアマルナ版という二つの文書が知られ、エレシュキガルに代わり、明快がネルガルの領土となるまでの様子が上官たっぷりに描出されており、関連エピソード含め内容としては似ているようで、結末に至るまでの過程が少し異なる物語となっている。ある時アヌは、カカという使者をエレシュキガルのもとに使わし、 毎年恒例の宴会の席のご馳走を持ち帰るように伝えた。冥界と地上の神々は、お互いの領域を行き来することを禁じられていたため、エレシュキガルではなく、ナムタルが地上を訪れる。しかし、はるばるやってきたナムタルを、戦と悪役の神ネルガルが侮辱してしまった。地位の神エアは、問題解決のため、ネルガルを使者として冥界へ送ることに決め、この際、 エアは、ネルガルに、明快で、どのように過ごすべきか、などの助言を授けた。最初こそ、エアの言葉に従うネルガルだったが、水浴びをするエレシュキガルの姿に見せられくしてしまい、エレシュキガルと、情熱的に愛し合い6日間にわたる行為に及んだ。ところが、ネルガルは7日目の朝になると突然地上へ帰還。明快との就婚が済んだものと判断したためである。一方、 エレシュキガルは、ネルガルに激しく惚れ込んでしまっており、冥界を去った、ネルガルを思って嘆き悲しんだ。ナムタルは、ネルガルを、再び冥界へ連れてくることを、エレシュキガルに提案する。エレシュキガルは、地上の三大人アヌエンリルエアに、私は幼い頃頃から、少女のように遊ぶこと、子供らしくふざけることを知りませんでした。私を孕ませた、あの神が、再び私と寝るように、 再び恋人として夜を過ごさせてくださいと伝えさせた。さらに、もし、ネルガルを冥界へよこさなければ、冥界から死者を蘇らせ、少女よりも多くしてやると脅しをかける。結果、ネルガルは再び冥界へと下って、エレシキガルと夫婦になった。やがて二人は、異術の神に謎を授かった。なお、 この際ネルガルは武力で七つの門を破り、王座からエレシュキガルを引きずり下ろしたという。乱暴なネルガルの行いを受けても、エレシュキガルは、なおのこと、妻にしてほしいと、ネルガルに涙を流して頼み込み、ネルガルもまたエレシュキガルの涙を拭いてその願いに応じたとされる。ナムタルに対する不敬を働いた、ネルガルはエレシュキガルの怒りを買うが、 父屋から知恵と七組十四柱の鬼神を従えて、冥界の七つの門に二体ずつ配置し、自由に出入りできるようにした。さらに、ナムタルの首を切って殺し、エレシュキガルをも泣き物にしようと襲いかかるが、泣いて、助けを請うエレシュキガルは、ネルガルの妻となることで一命を取り留め、ネルガルは、冥界の支配権を譲渡してもらう。この神話は、 ネルガルとして新たな神格を宿し展開を拠点としたメスラムタエアが再び冥界神としての属性を得るようになるまでの物語。こちらでも上記の二つと同様にエレシュキガルはネルガルの破壊行為によって彼の妻となっている。エレシュキガルは天界の宴石に死者ナムタルを送り込んだ。 すると、ネルガルだけが、ナムタルに対して不尊な態度をとったので、これに腹を立てたエレシュキガルは、ネルガルを冥界へ呼びつけた。しかし、逆にエレシュキガルは、ネルガルに心を奪われ、天界の神々を脅して、ネルガルを夫にしようとする。これに対し、ネルガルは、エアの教えで14の鬼神を引き連れて冥界へ、攻め入り、暴力を持って、エレシュキガルを妻にした。 イシュタルの姉であるエレシュキガルは、イシュタルの代表的な神話、イシュタルの冥界下りにも登場する。イナンナの冥界下りでは、エレシュキガルは、妊娠に苦しみ、その爪は、銅の熊手のように、髪は、ニラネギのように乱れ体は全裸であったという。双方、話の流れは、ほぼ同じだが所々で差異でが認められるため、かいつマンで比較しながら記述。イシュタルは、夫。 トゥムジを追って冥界へ赴くが、七つの門を過ぎる、旅に服を剥ぎ取られ、全裸となって、エレシュキガルに捕らえられる。そして、女王の命令によって、ナムタルが六十の病を浴びせ、イシュタルは、身動きが取れなくなった。その頃地上では、性愛を司るイシュタルの留守によって、動物も人間も繁殖活動をやめてしまい、不毛の地と化していた。状況を打開すべく、 エアは人間を作って、エレシュキガルの元に使わし彼女の機嫌を取ると、最終的にはイシュタルも衣服を取り戻しながら地上へ帰ることができた。イナンナは自身の領土拡大のため、冥界を支配しようと思い立ち野望のまま冥界へ下る。エレシュキガルは起こり、冥界の掟に従って、イナンナが七つの門をくぐるたびに身ぐるみ剥がし、全裸となったイナンナを捕らえたエレシュキガルは、 イナンナに死の眼差しを向け殺害、その死骸を針に吊るした。縁起の助力が功を奏しイナンナは息を吹き返したが、身代わりを用意しなければ、冥界から帰れないというので、夫・ズムジとその姉妹を交代で冥界に交流することで、イナンナは地上へ帰ることができた。前述のように冥界へ行くには、七つの門や、一食い川を通らなければならないが、 冥界下りの物語に川の話は一切出てこない。冥界はすなわち深淵下にある城塞都市と考えられ、これは地上の人間世界も城壁に囲まれていたことが反映されたためとする説がある。現代ではテルイブラーヒムと呼ばれる地域。岡田小林157ページベーレとセリバビロニアの女神で名は草原の女主人のい、 ゲシティン・アンナと同一視される。池上百九191ページ、ギルガメシュ・ジョジシの第7版では、冥界の記録係ベイリット整理とともに、冥界の女王、エレシュキガルとしてその名を残している。矢島九96ページ、ギルガメシュの死という説話があるが、この物語のメトゥラン版を置いてエレシュキガルは、冥界の女王であると同時に、ニンアズ神の母として描かれている。岡田、 小林249ページ。ただし、ニーアズは、ニンビルの子供とする説もある。岡田、小林158から159ページ。メスラムタヤ、シュメールの神。冥界に落とされた神々の身代わりとして家えに、取り残され、後にネルがあると、同一視された。池上193ページ。ありがとうございます。